はい、じゃあちょっとまずね、カレークック。まあ、特にね、技のと必殺技の内容、ユージアタックだ。ユージアタックと必殺技の内容にはね、あんまり、変更はないんでね。威力は少しアップしてるみたいですけど、まあ、軽くちょっとね、その様子だけ見ていこうかなと思います。まあ必殺技ですけどね、ちなみにまあ、普通だと22ターンかかるんでね、これがどう出るかって感じですよ。一応範囲攻撃でパワーダウンはしてくれますけどね。はい、ということでね、まあ先にね、ユージュアタックと必殺技についてお見せしてると思うんですけれども、まあ再度ちょっと確認するとね、ステータスは結構まだ自分ね、絆が全然低いんでね、早くマックスにしなくちゃいけないんですけれど、HP がまあこれはその絆上げるのが前提なんでいいとして、まあ攻撃力がまあ2000超えてて、スピードが7800台までいってるんで、まあステータスは悪くないかなみたいなのはありますね。で、アビリティですよね。これが要は、コイルロップ回復中の異次元ホール無効で、あと誘爆耐性ですよね。これなんですよね、本当に。コイルロップ回復と異次元ホールだけだとね、今、前のね、クエストで使ってたね、ミート君とか、あとは、なんといっても闇銀がいますよね。氷ロープと異次元ホールをね、持ってるやつといえば。なんで、強キャラは揃ってるんですけど、まあ、このね、カレークックのね、チケット申しでもそうだけど、その、チケット申しのキャラが全てのギミックを網羅しているわけではないですもんね。チケット申しのロビンは、有刺鉄線とまきびしと毒の耐性があったんですけど、まあ、大体それでもう結構十分なんですけど、あとまあ、他にも火山とか、カウンターもちらほら出てきたんで、おそらく次の、ステカセですね。ステカセキングの猛襲でも、まあ、これ以外のギミックが出てくるだろうと。で、なんつっても誘爆ってことは爆弾来るのはほぼ確定かなっていうのはあるんで、そうなるとね、さっき言ったように、コイロープと異次元ホールだけだと、結構強キャラいるんですけど、誘爆耐性、要は、これ持ってるキャラクターって、もうほとんどいない状態ですよね。ちなみに、まあ、この3つのアビリティの組み合わせはカレクックしかいないんですけど、で、異次元ホールと誘爆だけだったら、唯一、子供の日のね、鯉のぼりの筋肉マンがいますね。氷ロープついてないんですけどね。ただまあ、どうなる、氷ロープがどういう形で出てくるのかっていうのはちょっとね、なんとも言えないところがあるんで、ちょっと、筋肉マン、子供、ね、鯉のぼりの筋肉マンが使えるかどうかは非常に怪しいとこではあるとは思うんですけどね。あれもだから友情がやっぱ一番の、ポイント、一番ね、特徴だと思うんで、氷で行動不能にされると、それが活かせれないと思うんでね、それがどう出るかですよね。で、氷とね、誘爆耐性の組み合わせも、多分、ちょっと探してみたんだけど、おそらくこのカレクックしかいないのかな、現時点だと。だからまあ、今月末からその来月にかけてね、1体は多分、適性が来るんだろうとは、思うんですけど、それが、あれですよね。モンゴルですよね。まだ、今月ね、絆覚醒控えてるモンゴルマンがひょっとしたら、ステカセに使える可能性は、ゼロではないとは、思うんですけどね。はい。まあ、前の予想ではね、カレクックに標準を合わせたんですけど、ちょっとまあ、どうなるかって感じですね。現状では。ということでね、まあ、どちらにせよ、やっぱ自分、今回はね、自分、手持ち適性が多いんで、スムーズにね、クリアできてるんで、もう一体最低欲しいかな、みたいなのは、あるんでね、ちょっとね、二体編成で、望むかもしれない。ひょっとしたらいらないかもしれないし、一体で十分かもしれない。一応二体作っていく方向でいこうかな、と思います。では、